大阪から新快速電車に乗っています。でも今日はいつもの通勤電車とは少し違います。今日は京都駅を経てさらに北へ向かいます。この電車の終点は敦賀なのですが、私は最終の行き先、約1300キロ離れた青森県の弘前へ向かう普通列車の旅に出ました。この行程は長旅のほんの始まりに過ぎないのです。皆さんは青春18切符というのをご存知でしょうか。この切符は普通列車しか乗れない切符なのですが、5日間全国 JR の路線ならどこへでも行ける11,500円ぽっきりのフリー切符なのです。今日の行程は富山の小原風の盆を訪ねることにしました。早く快適な旅といえば特急列車なのですが、この新快速電車は普通列車なので特急列車に先に道を譲ります。ではゆっくり参りましょう。新快速電車は湖西線を特急列車並みのスピードで、美しい琵琶湖を右に見ながら一路北陸方面を目指します。滋賀県北部の近江塩津駅では、米原からの北陸線に合流後、いくつかのトンネルを抜け、終点敦賀へ。ここから金沢行きの北陸線の電車へ乗り換えて、金沢を目指します。ここからの電車の車掌は、今は珍しく亡くなった女性車掌が乗務していました。女性ならではの優しい心遣いが見られ、安らいだ光景も見られました。すでに大阪から約4時間で約270キロ、金沢からは富山行きの電車と大阪からの3度目の乗り換えとなります。車窓には北陸新幹線の高架橋工事が進んでいました。実は長野まで開業している長野新幹線もこの北陸新幹線の一部なのです。富山からは高山本線のディーゼルカーに乗り換え、目的の越中八尾へ向かいます。八尾の町は江戸時代には飛騨高山と越中を結ぶ交易の町として繁栄し、和紙、養蚕、生糸を特産品として栄えた町で、毎年9月1日から3日にかけて小原風の盆が開催されます。またこの行事は風害を収め、
豊作を願う行事とも言われています。八尾の町は坂が多く、道幅の狭い町並みが特色で、中でもここ諏訪町は日本の道百選にも選ばれた石畳があります。夕暮れを過ぎると家並みに沿って並ぶぼんぼりに淡い日が灯ります。その風景と相まって全国大勢の観光客で賑わいます。訪れたこの日は風の盆の最終日でしたが、あいにくの小雨模様となってしまいました。有名な町流しが見られないのではと危ぶまれましたが、東新町では幸いにも町流しを見ることができました。その風流な呼吸と三味線の音色で、八尾の町は夜遅くまで多くの人々で賑わっていました。18切符の旅はさらに先に続きます。